400年前の武芸者佐々木小次郎の血を受け継ぎ、幼少の頃から古流剣術巌流を叩き込まれてきた。それが今になって突然二代目武蔵が現れるとは。しかも君のような凡庸な奴がいきなり二代目宮本武蔵とは。いや、これ以上はやめておく。とにかく私は納得できない。この手で直接確かめるまではな。巌流佐々木小次郎、剣山。